推しの子142話に対するみんなの反応集。それではどうぞ。神木との交流丸ごと創作となると、その上に乗ってくる君を愛せないのシーンも、最後に神木を許すかどうかも、全部信憑性に疑問が出ると思うんだけども、映画の目的がわからない。それ言ってるの、部外者のフリルじゃなく、淡いの配役にこだわりがない時点で目的は別にある。重曹ちゃん、めむむみやこさんの会話良かった。愛の好きな男のタイプが分かったり、神木を見てアイレーダーが反応してたり、実際どんな感じだったのか、茜の考察を聞いてみたい。45,510に嘘はない前提だけど、あんまり愛を怒らない人で好きって気持ちは信頼のもとに成り立ってる人、愛の汚いところとか嫌なところも全部ひっくるめてそれで良いって言ってくれる人。展開としてはあくるびだと思うけど、これであくるびが進展してるとは思えない。前世はあくまで前世であって、愛の息子として復讐に人生かけてる悪愛の世はサリナの延長であって、五郎先生悪愛に対してガチ恋のルビー完全にすれ違ってる。いや、ルビーをずっとサリナと重ねていた男が、五郎はあくまで前世と切り分けているわけなくないか。残念だが、サリナちゃんへの思いを抱えっぱなしが明言されてる時点で、アクアも五郎の地続きを生きてるぞ。連載当初のアイドルになるのを強引に妨害していた頃は地続きだったと思うけど、ルビーやミオチ後の注意だけして何もできずに守っていただけなのだな。前世バレの回で五郎の姿になるまでルビーサリナからほとんど目をそらしていたし、あの時には五郎の転生からだからアクアとの境界線がなくなって五郎の記憶を持った高校生になっていったと思っている。アクアが妹とのキスに抵抗があることが明確になったな。ルビーと違って幼少期愛にも甘えなかったし、多分宮子さんにも甘えていないし、前世をずっと生きているのがアクアなんだよな。それが甘えさせた女がいてだな。アクアが決断委ねるって相当だぞ。なんかヒロインレースでキャッキャできるような平和な感じでもなさそうっていうか、いや次回の話を見ないとわからんけど、アクア確かに五郎のつもりでサリナちゃんとしてみたらキスありだな。この気楽な会話見てると、仮に五郎生存してたら、いずれこのクール毒舌看護師さんとくっついてそう。何気に結構お似合いだと思う。18歳のサリナちゃんなのでセーフです。サリナちゃんが18になる頃って五郎30くらいじゃない。普通にロリコンなんだが、まあ五郎前世から見たらメインヒロイン全員ロリコン判定定期。前世のアクアは、近い年齢の子が恋愛対象で年下無理って自分で言ってるからロリコンじゃない。今週はルビーに五郎としてサリナを見たらキスできるでしょ。って言われてるから、これでそれならキスできるわってなったらロリコンなんよ。ここからどうやって君を愛せないになるんだろうか、それもアクアの創作なのか。アクアが愛の復讐にこだわる理由って、母親が殺されたからでなく、大人の自分が子供の愛を守れなかったからなんだよね。このシーンとかも、自分が何者か定義できていないなので、アクアはアクアの人生を生きているは完全に違うと思うな。何かもう愛を理解しようってスタンスがルビーから全く見えないな。脚本もアクアの想像だから読んでも理解できないんだけど、推し活によって結構違う風景が見えてる回なんじゃないかと思ったや、同じ推し活派内ですらかもしれないが、茜に9割真実って言わせて、ちゃんと正確に取材してますアピールをしながら、神木パート丸々創作とか、この映画の立ち位置がわからんよ。何かもう愛を理解しようってスタンスがルビーから全く見えないな。脚本もアクアの想像だから読んでも理解できないんだけど、まあ愛する五郎ことアクアに、愛になろうとする必要はない。あの時の君は愛より眩しかった、なんて言われてるし。サリナちゃんをかぶせてルビーを見てたであろうアクアの方が、なんか微妙な雰囲気になっているっぽいのが皮肉かもねっていうか、アクアも恋愛的な意味でルビーを見てる前提なら良いんだけど、今のところアクアはそういう気ないのに、無下にできない大切な存在ってポジションを良いことに迫って困らせてる感じに見えていた。いたしいわアクルビー。アクアが握手やっちゃった結果だからな。これやらなきゃルビーが大変だった。それはそう。
サリナの時はゴローゼルビーの時はアクアが父親代わりでもあるから、アクアは対応ミスるとクランアップ前にルビーがアクアと無理心中狙う罠から水曜女はウキウキで煽りに来そう。サリナちゃんという存在がゴローにとって強すぎるんだよな。サリナちゃんが丸々してくれなきゃ死んでやるとか脅したら、キスもエイチも復讐やめて結婚も何でもしてくれそう。スピカ読むとサリナちゃん生存 if は確実に求婚成功してただろという気になるので、生存 if で迫られたら OK するしかないわ。メタ的にはここでキスすると撮影でもう一回キスすることになるので、ここは拒否って、撮影キスだけ描写し、ルビー演じる愛に君を愛せないと言われた失恋ショックで自分の本当の気持ちに気づく流れだな。 DVD に神木の年齢を示唆するような情報はなかったんだから、愛理と神木の関係も想像だよね。メタ的には真実なんだろうけど、愛理が神木の言いなりだったとかもありえるのに、年齢差で性加害って決めつけてボロクソな扱いしてる。そっちは想像でなく近代一情報だろ。ワークショップで何かあったのは確実だし、靴下とかのエピソードはアビコ先生のだらしなさを脚本に練り込んだだけだったな。あの部分で散々発達がとか言ってた人は今どんな気持ちかしら。アビコ先生が発達って言い出すんじゃない、発達好きみたいだし、アカネの発言でも小説でも公式が愛は発達外の傾向って言ってるのに、それでも受け入れられない人たちはなんか発達にコンプレックスあるん。アカネの分析を疑ってたり発達の傾向を否定してるわけじゃないのがわからんのがすごいな。逆に、アカネの発言とかと独立して、靴下エピソードの部分単独で発達の傾向を主張してた人っているの。愛が発達の傾向あるって前提だけど、靴下の左右逆とか靴壊れてても気にしないのは発達の有名な特徴だから、やっぱそうなんだ。とはなる、個人のみもしくは個人と神木しかいない映画のシーンを真実とするのかどうか作者のスタンスがわからないのが個人的に一番モヤモヤするから、創作だとわかってよかった。神木を愛してなかったのは一巻から確定としても、実際の関係はまるで闇の中なのが怖いとこだ。わざわざ重要そうなビデオレターで父親の話するって言って関係語らなかった、見ると語るに値しない程度って感覚なんだろうけど、やっぱこれ神木歪んだの愛のせいでは、家庭環境と精神性の特殊さから遅れの傾向はあるだろうけど、発達発達言いたがる人は遺伝してるから、双子も発達、まともな話じゃないって言いたがってる嵐でしかなかったし、サリナ18歳が全く重曹と似てないんだが、なんか数ヶ月前に重曹はサリナと似てるから、アクアにとって重曹はジェネリックサリナだみたいな説しつこく主張してるやついなかった。ジェネリックは知らんけど、サリナの入院時の髪型と重曹ちゃんの髪型が同じって話は見たな。今回のサリナはルビーの想像だから似てるも何もないでしょ。いろいろ考えては見ましたが、アクアが今すぐフォーリンラブするのはないとしても、もろもろ含めて断りきれない、徐々に掘り埋められていく姿しか見えない。愛の人生書くのに神木の存在なんて1割未満ってだけだろ。神愛過激派の人はそのご愁傷様だ。神木でいるものがなかったから別れて子供に期待って流れだろうしな。嫌いではないにしろ愛が執着するような相手でもなかったっぽい。逆フィクションの神愛が好みの関係性だったから気持ちが迷子になってる。140話丸ごと1話神木と愛の掘り下げに使われてたので入れ込みすぎたわ。似てるとか似てないとかじゃないけど、でも B 小町は明らかにジェネリックサリナちゃんだよ。夢を持って努力してるけど報われてない美少女いいよね。してるよ絶対、この男不憫萌えだよ絶対。ルビーがまずジェネリックサリナってことか、ジェネリックじゃなかっただけで、それはもう廃正体バラした時にアクアも言ってるし、サリナちゃんのわけないけど、サリナちゃんが妹ならこうしてやりてーしてたよって。アクアは割と普通に実前との恋愛的な行為に危機感持ってたな。アクルビ派が結構多いから俺がおかしいのかと思ってた。アクルビいいなぁと思うと同時に現実的に考えて無理だよなぁって冷静に見てる。まあそもそも誰と食っ
つくみたいな恋愛落ち着けるとも思ってないけど。もしサリナちゃんが生きてたら想像してた通り成人を普通にくっついてたんだろうと思うけど、そうはならなかったんだよ。の姿がアクアとルビーだからな。今の状況でお互いサリナと先生としてキスできるか。って迫るのアクアに対してめちゃくちゃひどいことしてるよね。なんか忘れられがちだけど、そもそもアクアってずっとルビーがアイドルになることに反対してたよな。もうどうしてなるっていう日ほっといたらどんな目に遭うかわかんねえやで、みやこさんに任せたってだけで。でも言うてどんな姿でもサリナちゃんが元気にしてるのはアクアにとって救いだからな。アクアってか五郎の根本が何もしてあげられなかったって後悔から始まってるし、単純に五郎の生い立ち的に子供守らなきゃってのがあるのと、サリナちゃんが生きてアイドルになったらってのがあるから、アクアビーコマチ勧誘したかな。ネムの二人がロリ系という共通点は意識はしてると思う。全力オタク活動してたいや、復讐なくなったと思って自分から告白したアカネは美人系だから、明確な好みってのはないと思う。現実も付き合った相手の顔のタイプがバラバラなんてよくある話だし、正直重曹ちゃんがどうとかどうでもよくて想像なのに若干マリナ思い出すなって感じするのが辛い。アカネが勘違いしてたことにしないなら映画全体のうち神木が出てくるシーンは1割程度ってことなんだろうけど、この映画どういう構成なんだろう。今まで撮影したシーンでもう半分くらい入ってるの。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はよければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。